end of an era. はい、こんにちは。今回は小さな体でヘビー級ボクサーと戦ったり、どんな強敵とでも戦う勇敢なボクサーを紹介いたします。エマニュエル・ブルテジャッキー・チェンが映画で演じた水拳のようなスタイルで戦うエマニュエル・オーガフスは38勝34敗と平凡な戦績ながら、アメリカで爆発的な人気を誇りました。人気を得た理由は、どんなに強い相手でもオファーが来ると断らず、それが突然のオファーでさえも試合をし、激闘を演じたからでした。オーガスツは2000年10月に前哨街道を突っ走るフロイド・メイウェザー・ジュニアのオファーを受けました。当時のメイウェザーは WBC 世界スーパーフェザー級王者で23戦全勝でしたが、オーガスツは22勝16敗4引き分けと冴えない戦績でした。オーガスツは負けが多いのですが、対戦者の中で12以上が無敗のボクサーで、また将来を期待されたホープとの対戦が多かったのでした。メイウェザーとの試合は当然一方的な展開になりましたが、タフで頑丈なオーガフツにはメイウェザーのパンチがさほど効かず、オーガフツは空振りがほとんどですがパンチを出し続け、なんとメイウェザーに鼻血を出させました。引退後、日本で那須川選手や朝倉選手を簡単に KO したメイウェザーですが、タフなオーガフツにはメイウェザーのパンチは軽く、オーガフツは倒れるそぶりは一向になかったのですが、第9ラウンドにセコンドはついにタオルを投入し、試合は終焉しました。メイウェザーと戦った翌年の2001年7月、激闘王ミッキー・ウォードからのオファーを受けました。オーガフツにはマネージャーやマッチメーカーがいないので、どんな対戦でも受けていたのですが、時には一月で2試合したこともありました。激闘王のウォードは当時はガッティと戦う1年前で、オーガフツとの試合でも打ち合いを挑み、タフで頑丈なオーガフツも打ち合いが大好きなので、両雄は当然のように激しい打ち合いを演じました。序盤から始まった両雄の打ち合いはなんと終盤まで続きました。終始接近して殴り合う二人はまるで我慢比べをしているようで、この我慢比べはウォードに分があり、第9ラウンドに強烈な左ボディブローでダウンを奪いました。サム・ラングフォードは身長171センチで、元来はライト級の選手ながら
階級不問で戦いました。スタンリー・ケッチェルやジャック・ジョンソンなど8人の世界王座経験者を含む多くの強豪ボクサーと戦ったことや、大きな相手であろうと誰とでも戦う怖いもの知らずのキャラクターから絶大な人気を得ました。世界ヘビー級王者ジャック・ジョンソンはラングフォードのスピードと強打に苦しめられたので、その後二度とラングフォードと対戦しようとしなかったのですが、あのジャック・デンプシーさえも対戦を避けたほどこの小さな巨人は強かったのです。ジュリアン・ジャクソン、ジャクソン。角刈りで武骨な風貌のジュリアン・ジャクソンは凄まじいパンチ力で衝撃的な KO を量産する反面、防御面に甘さがあり顎が弱いという特徴を持っております。中間距離より少し近い力のフックに強烈な破壊力を持ち、被弾した相手は失神したり棒が倒れるようにダウンするシーンを生み出しました。WBA 世界スーパーウェルター級王者マイク・マッカラムは3度目の防衛戦に凄まじいパンチ力を持つジュリアン・ジャクソンを迎えました。アマチュアで240勝したマッカラムは距離を取りつつ左ジャブや左ボディをうまく使い、ジャクソンをうまくさばきます。2ラウンドになるとマッカラムはガードをしつつ打ち合いに応じ、左フックを合わせてジャクソンからダウンを奪います。1992年8月、IBF 世界ミドル級王者ジェームス・トニーは7度目の防衛戦にマイク・マッカラムを迎えました。当時トニーは24歳で31勝無敗の戦績を誇り、ミドル級は無双状態でしたが、35歳のマイク・マッカラムとの試合でレッスンを受けました。前回の対戦で引き分けた両雄は序盤から激しく打ち合い、お互いにハイレベルな防御を披露し、一進一退の攻防となりました。あまり他のボクサーを評価しないトニーですが、マッカラムはボクシングマスターであり、誰も恐れていなかった。走り回ることなくリングをうまく使って打たれないコツをマッカラムから3回も学んだと、マッカラムのことは大絶賛しました。トニーは防御の達人になりましたが、マッカラムとの対戦を通じて成長したのは間違いないでしょう。誰も恐れないマッカラムに感銘を受けたトニーは階級をどんどん上げていくのですが、スーパーミドル級でも世界王座を奪取し、1994年3月にティム・リトルズを相手に防衛戦を行いました。挑戦者リトルズはアマチュア経験豊富なボクサーで24戦全勝の戦績を誇り、冷静に試合を展開することからドクターと呼ばれました。王者トニーは全勝の挑戦者に
テクニックを見せつけ、第3ラウンドに早くもダウンを奪いました。続く第4ラウンド、相手のパンチをかわしながら正確なパンチを叩きつけるトニーは3度のダウンを加え、全勝の挑戦者に土をつけました。トニーは階級をライトヘビー級、そしてクルーザー級にさらに上げ、2002年8月にジェイソン・ロビンソンと IBF 世界クルーザー級挑戦者決定戦を行いました。クルーザー級はミドル級より18キロ以上重い階級なので、トニーはこの頃かなりぽっちゃりとした体型に見えますが、防御の技術は健在で、自身よりはるかに大きな相手を KO しました。トニーはなんと最重量のヘビー級にも参戦し、元統一世界ヘビー級王者イベンダー・ホリフィールドと対戦しました。ホリフィールドはアメリカでは誰もが知っている有名なボクサーで、リアルディールと呼ばれ、あのマイク・タイソンをもノックアウトしております。しかしホリフィールドは全盛期のスピードや踏み込みはなく、トニーは簡単に防御し、さまざまなコンビネーションを浴びせ圧倒しました。そして第9ラウンドについにタイソンを2度破った男からダウンを奪いました。トニーはライツアウトの異名通り、元統一世界ヘビー級王者を葬りました。